デラウェアハドソン鉄道、デラウェアハドソン鉄道、デラウェアハドソン鉄道、報告記号は、DH は、かつて、アメリカ合衆国北東部で営業していた、鉄道会社である。1991年に、カナダ太平洋鉄道、カナディアンパシフィック鉄道の子会社となったが、カナダ太平洋鉄道自身が、すべての運行になっており、デラウェアハドソン鉄道自身は、 機関車や車両一両も維持していない。かつては、ニューヨークとカナダのケベック州モントリオールを結ぶ、重要な連絡線であった。会社は当初、デラウェアハドソン運河会社、デラウェアハドソンケナルカンパニーとして発足し、ハドソン側に面したニューヨーク州キングストンから、南西へ、デラウェア側に面したニューヨーク州ポートジャービスへ、さらに、ペンシルベニア州カーボンデール、 にある無煙炭の丹田までを結ぶ運河を建設した。この運河会社が後にアメリカ合衆国でも最初期の鉄道であるデラウェアハドソン管理となり、さらに1968年まではデラウェアハドソン鉄道、デラウェアハドソンレールロードとなった。デラウェアハドソン鉄道は自身をアメリカで最も古くから継続して営業している運輸企業と呼んでいた。 1820年代前半、ペンシルベニア州北東部のあまり人口が密でない地域を探検したフィラデルフィアの商人ウィリアム・ワーツ。ウィリアム・ワーツは埋蔵されている膨大な量の無塩炭の価値に聞いた。彼はそれまで依存していたイギリスの歴史生炭が輸入制限を受けて影響を被っていたニューヨークへ石炭の輸送を容易にするための運河を建設するという考えに 彼の兄弟を引き込んだ。デラウェアハドソン運河会社は、1823年に、ニューヨーク州とペンシルベニア州のそれぞれで、法律によって認可され、ウィリアム・ワーツとその兄弟である、モーリス、モリス・ニラウェアハドソン運河の建設が許可された。1825年1月、ウォール街の喫茶店で実施された、無煙炭による暖房のデモンストレーションを受けて、 公募増資に100万ドルが集まり、時価総額が100万ドルに達した初めてのアメリカ企業となった。1825年7月13日に着工され、1828年10月に営業を開始した。ニューヨーク州キングストン、ハドソン側にクリークが注ぐ地点とローズンデールの間のクリークロックス、クレクロックスと呼ばれる場所にあるロンダウトクリークに、 運河は始まる。そこから南西へ、ロンダウトクリークに沿って、エレンビルまで進み、サンドバーグクリーク、サンドバーグクリーク、ホモワックキル、ホマワックキル、バッシャーキル、バッシャーキル、ネバーシンク側、と続いてデラウェア側のポートジャービスへ通じる。そこからデラウェア側のニューヨーク州側を北西へ進み、ラカワク線にあるローブリングス・デラウェア水路で、 ペンシルベニア州に入り、ラカワクセン川の北側の岸に沿って、ホーンズデールへと至る。カーボンデールそばのムーシック山にあるワーツの鉱山から無煙炭をホーンズデールの運河まで輸送するため、会社は重力式の鉄道を敷設した。ペンシルベニア州は、その建設を1826年4月8日に認可した。1829年8月8日、 デラウェアハドソン運河会社最初の機関車であるスタウアブリッジライオンがアメリカで最初にレールの上を走った機関車としての歴史を刻んだ西方への鉄道の拡張はアーチボールドにある新しい鉱山へ1843年にバレージャンクションバリージャンクションへ1858年にプロビデンスプロビデンスへ1860年にそして スクラントンへ1863年に開業した。カーボンデールより西での旅客輸送は1860年に開始されている。運河は初期には成功したビジネスであったが、会社の経営陣は鉄道が運輸業の未来であることに気づき、鉄道敷設へ投資を始めた。1898年に運河で最後の石炭が輸送され、その後水が抜かれて売却された。翌年には、 会社の名前から、運河という単語が消された。残存している運河の断片は、九百六十八年に国立史跡に指定された。鉄道が普及してくるにつれて、運河会社は運河を鉄道に置き換える重要性を認識した。この最初の一歩は、八百六十四年に認可され、エリー鉄道に八百六十九年に借り受けられて八百七十二年に、 開業したカーボンデールから北へニューヨーク州へ通じるジェファーソン鉄道ジェファーソンレールロードであった。これはレーンズボロで本線から南へ分岐してカーボンデールまでの支線であった。この路線の一部としてデラウェアハドソン運河会社のホーンズデールの重力式鉄道の反対側からの延長路線が南東へホーリーにあるエリー鉄道のペンシルベニア石炭会社。 ペンスルベイニアコールカンパニーの鉄道まで建設された。ジェファーソン鉄道とそれを通じて、エリー鉄道はデラウェアハドソン運河会社の2区間について運行権を獲得し、デラウェアハドソン運河会社はレンズボロまでの運行権を獲得した。本線の他の区間はデラウェアハドソン運河会社が1870年2月24日に借り受けた。 オールバニアンドサスケハナ鉄道と1867年に認可され1872年に開業したこれに接続するラワナアンドサスケハナ鉄道ラカワナアンドサスケハナレールロードであるオールバニアンドサスケハナ鉄道はニューヨーク州オールバニーから南西へ同州ビンガムトンへの道であり一方ラカワナアンドサスケハナ鉄道はその路線からニューヨーク州ニネベで分岐し 南へ、ジェファーソン鉄道のレンズボロまでの路線であった。やはり1870年に借り受けた、スケネクタディデュアネスバーグ鉄道、スケネクタディデュアンスバーグレールロードは、オールバニアンドサスケハナ鉄道とニューヨーク州、デュアスバーグで接続し、同州、スケネクタディまでを結び、1872年に開業した。1873年までは、 スケネクタディアンドサスケ花鉄道という名前であった。1870年、バレー鉄道、バレーレールロードが開業し、スクラントンとカーボンレールの間で重力式ではない鉄道が開設された。1871年3月1日、デラウェアハドソン運河会社は、レンセリアサラトガ鉄道を、同社がすでに借り受けていた路線を含めて借り受け、この路線により、 オールバニからスケネクタリを通り北へ、ニューヨーク州サラトガスプリングズまでの路線網を拡張し、さらに北東へ、バーモント州ルトランドへ伸ばし、また、ニューヨーク州イーグルブリッジ、イーグルブリッジの西のトロイボストン鉄道の線路使用権を得て、ルトランドへの東側の経路なども手にした。デラウェアハドソン会社はまた、トロイユニオン鉄道、 トロヤ・ユニオン・レールロードの4分の1の株式を、この賃貸契約によって取得した。1873年3月1日、デラウェアハドソン運河会社は、かつてルトランド鉄道が所有していた、ホワイトホールプラッツバーグ鉄道、ホワイトホールプラッツバーグレイルロードと、モントリオールプラッツバーグ鉄道、モントリオールプラッツバーグレールロードが合併して、誕生した。 ニューヨークカナダ鉄道、ニューヨークキャナダレールロードを取得した。これにより、ニューヨーク州、ホワイトホールから北へ、ケベック州との宗教までの鉄道を1875年に完成させ、ラウゼーズポイントまでの支線を1876年に開けさせた。これら2本の路線の末端から、グランドトランク鉄道の路線が北へモントリオールまでを結んでいた。 デラウェアハドソン運河会社は、リーハイサスケハナ鉄道、リーハイサスケハナレールロードの線路使用権を1886年に取得し、本線をスクラントンから南西へ、ペンシルベニア州ウィルクスバレへ伸ばした。1889年7月11日、デラウェアハドソン運河会社は、サラトガスプリングズから北へハドソン側に沿って走る長い支線。 アディロンダック鉄道を買収した。運河は1891年11月5日限りで使用を終了し、重力式鉄道も1899年1月3日に廃止された。1899年4月28日、同年6月に運河が売却されることを反映して、会社の名前がデラウェアハドソ会社、デラウェアハドソンカンパニーへ変更された。 ポートジャクソンとエレンビルの間の運河使用権は、ニューヨーク・オンタリオウェスタン鉄道の支線である、1九百一年に認可され1九百二年に開通したエレンビルキングストン鉄道、エデンビルキングストンレールロードによって使用されていた。1九百三年、デラウェアハドソン会社は、シャトーゲイレールロード、シェイティゲイレールロード、シャトーゲイレールウェイ、シェイティゲイレールウェイ、 さらなく&、レイクプラシット鉄道、セレンクレイクプラッセットレイルウェイを連合させて、シャトーゲー&、レイクプラシット鉄道、シェイティゲイレイクプラッセドレールウェイを設立した。シャトーゲイレールロードが借り受けていた、プラッツバーグダニモラ鉄道、プラッツバーグダンネモラレールロードと合わせて、ニューヨーク州、プラッツバーグの西から、レイクプラシットの南へと長い視線を形成した。 1906年、デラウェアハドソン会社は、ケベックサザン鉄道、ケベックサザンレイルウェイと、サウスショア鉄道、サウスショアレイルウェイを買収し、これらの会社を、ケベックモントリオールサザン鉄道、ケベックモントリオールサザンレイルウェイへ合併させた。この路線は、モントリオール郊外のサンランベールから、北東へほとんど、ケベックまで到達する、ホーテリアビル、 ホーチエビルまでのものであった。この路線は1929年にカナディアンナショナル鉄道へ売却された。デラウェアハドソン会社は1906年にネイピアビルジャンクション鉄道、ナプジャルビルジャンクションレイルウェイを合併し、ラウゼーズポイントからセントコンスタントジャンクションショートトン、コンスタンジャンクションまで路線を伸ばし、そこから グランドトランク鉄道の線路使用権をモントリオールまで獲得した。この路線は1907年に開通し、ニューヨークとモントリオールを結ぶ最短ルートを形成した。1912年、デラウェアハドソン会社は、ウィルクスバレコネクティング鉄道、ウィルクスバーコネクティングレールロードを合併し、スクラントンとウィルクスバレを結ぶより、直線的な路線1915年に開通させた。 1930年4月1日、デラウェアハドソン会社の資産は、1928年12月1日に設立された、デラウェアハドソン鉄道、デラウェアハドソンレールロードへ移管された。1938年から、デラウェアハドソン鉄道は、膨大な量の貨物を、接続鉄道会社の間で橋渡しをする業務を開始した。 1968年、会社はデラウェアハドソン鉄道、デラウェアハドソンレイルウェイとして再編され、ノーフォークウェスタン鉄道が所有する持ち株会社でエリー・ラッカワナ鉄道も保有していたデレコ、ディーレコに買収された。デラウェアハドソン鉄道やエリー・ラッカワナ鉄道を含むアメリカ合衆国北東部の多くの鉄道は1970年代に 三市、ノーフォークウェイスタン鉄道は、デレコの所有権を失った。エリー・ラッカワナ鉄道は、政府が組織した、コンソリデーテッドレール・コーポレーション、コンレールへと引き枯れ、一方、デラウェアハドソン鉄道は再び独立した、鉄道会社となった。コンレールの成立により、デラウェアハドソン鉄道は、コンレールの鉄道網の広範囲にわたって、線路使用を獲得し、 かつてのデラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道とリーハイ、バレー鉄道の路線を使い南はフィラデルフィアやワシントン DC まで運行できるようになった。これに加えてコンゲールは同社にとって不要になったかつてのデラウェア・ラッカワナウェスタン鉄道のニューヨーク州、ビンガムトンとペンシルベア州テイラー、テイラーの間の本線をデラウェアハドソン鉄道へ売却した。これにより、 デラウェアハドソン鉄道はカーボンデールからジェファーソンジャンクションでかつてのエリー鉄道との接続点までの間のペンディビジョン、ペンディビジョンを廃止することができた。ニネベまでの残りの区間はベルデンヒルトンネル、ベルデンヒルトンネルが拡張された後に廃止された。1984年ギルフォードレールシステム、ギルフォードレールシステム、後のパンアーム鉄道が メーン州から東へ、ニューブランズウィック州まで、西へ、ニューヨーク州と中西部へ、北へモントリオールへ、南へ、フィラデルフィア・ワシントン DC への地域鉄道を運営するという構想の一環で、デラウェアハドソン鉄道を買収した。ギルフォード社はわずか50万ドルで、デラウェアハドソン鉄道の一切合冊を買収した。この価格は、財務状態の悪さと鉄道の状況を反映した。 ものであった。買収時点でデラウェアハドソン鉄道はわずかな貨物輸送量しかなく連邦政府と州政府の補助金に頼って運行を続けていた。サービス範囲を拡大する計画は実現できず、ギルフォード社はデラウェアハドソン鉄道の破産を1988年に宣言し、その運行を廃止した。ペンシルベニア州のラカワナカウンティは カーボンデールからスクラントンへの路線を買収し、デラウェアラッカワナ鉄道の支援を受けながら、地域の発展しつつある産業への輸送へ提供した。デラウェアハドソン鉄道は放置状態になったため、連邦政府はニューヨークサスケハナウェイスタン鉄道を指名して、補助金を与えながら買収者が見つかるまで運行を消させた。ギルフォード社はデラウェアハドソン鉄道が、 倒産時点で7000万ドルの資産を保有していると主張していた。1991年、カナダ太平洋鉄道が、その大陸横断鉄道網に、モントリオールからニューヨーク地域への接続を付け加えるために、デラウェアハドソン鉄道を2500万ドルで買収した。カナダ太平洋鉄道の下で、余剰路線のかなりの撤去が行われたものの、 かつてのデラウェアハドソン鉄道の路線は大規模に改良工事が行われた。しかしながら、1996年から2000年までの間、カナダ太平洋鉄道は、デラウェアハドソン鉄道と、その他の経営状態の悪いアメリカ合衆国、カナダ東部の鉄道網を、セントローレンスワンハドソン鉄道という名前の分離会社へ移行させたため、再び放置状態になった。同社は、 その後カナダ太平洋鉄道へ再合併され、デラウェアハドソン鉄道の持つニューヨークへの続くが価値を発揮し始めた。1997年末、カナダ太平洋鉄道の当時の社長兼 CEO だったロブリッチー。ロブリッチはデラウェアハドソン鉄道をとても価値のあるフィーダーとなる能性を持っていると評した。デラウェアハドソン鉄道は利益を生むことが 難しい事業である。石炭の輸送路線として建設され、石炭輸送が衰退すると利益を生むことが難しくなった。ニューヨーク州の最も人口の少ない地域を運行し、ビンガムトンからルーゼズポイントまでの間にはわずかな産業しかない。現在はかつてのデラウェアハドソン鉄道が長く経験してきた時代に比べると未来は明るいように思われる。ニューヨークとの接続により、 他の鉄道会社との輸送契約により、大幅に輸送量を増加させている。近年、カナダ太平洋鉄道は老朽化した、エンド SD40 から2の代わりに高出力の交流機関車の使用を開始している。これは、信頼性のある、輸送の重要性が増していることを示している。また、デラウェアハドソン鉄道を近代化するための、大規模な信号システム、 線路の改良事業が進行中である。ニューイングランドへの橋渡し路線、ザ・ブリッジライン2ニューイングランド、あるいは単に橋渡し路線、ザ・ブリッジラインと通称されるデラウェアハドソン鉄道には北アメリカの鉄道史でいくつかの特徴的な点がある。歴代の社長は以下の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。